まあ遠いんですけど中津川でやります。昔中津川フォークジャンボリーがあった場所ですね。あの再生エネルギーだけで全然可能です。いずれどの道原発はなくなるんです。廃炉にしなきゃなんないんです。お金がかかるんです。時間もかかるんです。そのツケを全部我々より若い連中に託して、それでなんか通り抜けようっていうのは、それは人間としてはどうでしょう。やっぱ子どもの教育に悪いなと思います。子どもの教育にいいことをですね、やっぱ大人はやってかなあかんのんちゃうかな。僕みたいな人間が再生エネルギー太陽光だけで5万人のフェスがやれるんです。日本のリーダーの人が本当にこっちで行くぞっつったら絶対可能なんです。加山雄三も言ってましたよ、願えば叶うんだ、願えば叶うんだって加山雄三は言うんです。未だに彼は歌ってますよ。全然大丈夫ですよ。もう一度世界を変えるのさ、聞いてください。ありがとうございました。目をそらさないで耳を澄ましてみよう。もう一度世界を変えるのさ。Cheers!
てよ、ここにいる意味を、愛で始まって愛で終わるため、目指しているとは一つと言えるはず。もう一度世界を変えるのさ。世界を変えるのさ、世界を変えるのさ、インディー全力常務高野哲、専務佐藤大臣、そして社長はイーカーズ、ありがとうございました、ありがとうございました。盛り上がっていこうか今日は。